よし。よう、キルト、聞いたか？この76層、どうも面白そうな噂が流れてるみたいだぜ。この76層の東の森には妖精がいるって話さ。と言っても別にモンスターやただの異種族 NPC じゃない。その場所にたった一人しかいない。会えただけでもラッキーっつーレアなやつさ。何人か目撃したやつがいるんだが、これまで出てきたどんな NPC にも似てないらしい。となると、これはなんか特別なイベントに違いないってことで、町中話題騒然っていうわけよ。違う違う。よし。ナイス。わかった。
くん。思えないくらいの熱演ね。そんなに疑り深いかな。ねえねえ、それじゃあこういう時定番のあれやってみたら？キリト君のリアルを知ってないとわからない質問をしてみるってやつ。何かキリト君のとっておきの秘密ってない？それだ、あ、そうだ、お兄ちゃん小学4年の授業参観の日に、妹さんなのかはっきりさせようとしているだけじゃない。で、続きは？あ、授業参観の日にお母さんが見に来るからってはしゃいじゃったらしくて、教室で。
ト君は黙ってて。いいえ、私がキリト君の反応を見て本当に妹さんか判断します。はい、それじゃあ続きをどうぞ。あ、はい。みたいね。今はリーファだよ。あたしのアバターネーム。私はアスナ、よろしくね。それでリーファちゃんはどうして SAO の中に？それは、よくわからないの。他の MMO を遊んでたら突然ここに強制移動したから。ALO っていう VRMMO なんだけど、あ、このアバターもそのゲームのシルフって種族で、へー、 SAO 以外の VRMMO か。ってことはナーブギアってまだ発売されているの？事件の直後に回収されました。でも他のメーカーがアミスフィアって後継機を発売して、嫌いってわけじゃ、そりゃ得意な方じゃないけど。お兄ちゃんはこんなだし、お母さんもかなりのゲーマーだったって言うじゃない？私もちょっとくらいかじってみようかなってね。私なりに家族のことを理解しようと思ったわけ。でも他の MMO から SAO に入ってくるなんて、そんなことってありえるのかな？こうして目の前に証拠があるんだから信じるほかないよね。ごめんね、私もどうしてこうなったのかよく分かっていないの。リーファちゃんが謝ることないよ。そうなんだけど、そういうわけだから、私も今日からこのゲームのプレイヤーだよ。よろしくね。リーファちゃん、よろしく。それじゃあ町に戻ろうか。
かれたらダンジョンでシェイプチェンジのトラップに引っかかったとか言えば。それにいつまでもこんなところにリーファちゃんを置いておく方が問題よ。リーファちゃんもよく今まで無事だったね。はい、何か気配があればすぐに隠れてました。それじゃあ私が町に行ったらかなり目立っちゃいそうだね。キリト君、何あれ。